ね、まあ、俺は俺の代だから、ね、その一個や一個へのね、誰が一番だみたいな感じね、それでいいんじゃんみたいな、だけど大田区でしょみたいな、やっぱ大田区はすごいよみたいな、うん、感じだったけどね、俺はね、俺的にはね、まあやっぱりその杉並と世田谷、ね、また新宿だったけど、まあこの3つが合体しても大田区は1個で絶対負けないよっていう気持ちだったけどね、俺はね。で多分それはまあ杉並も世田谷も新宿も俺の1個上の人たちは、いや大田区はちょっともうまずいよなみたいな、やっぱちょっと全然ちょっと人数違うしみたいな、ね、超激戦だからっていうね、まあ、前も言ったけど世田谷の一個上は大田区の先輩に、まあ、夏ね、俺が高校1年生の夏に締められたからね、大田連合に、世田谷全員ね、今そのヤクザの組長やってる人たちばっかりだけどね、世田谷の PBB の幹部の人たちで全員その場にいて全員締められたからね、大田区に。もう速攻だったから、ね、喧嘩しなかったからね、もうみんな後ろで、ね、気をつけして敬語使って、でそこはもうほんとね、青木の大輔くんっていうんだけど、大ちゃんっていうんだけど、俺の一個上ね、